こんにちは、エバトタケシです。今回は、自分の価値を無限に高める方法とは、というテーマでお話ししていきたいと思います。価値のあるものを持つことで、自分が価値のある人間になると考える人がいます。価値の高いものを手に入れれば、自分の価値も高まると考える人がいます。価値の高いものを多く所有すればするほど自分に価値を感じられるようになると考える人がいます。そのような人は、俺はお金持ちだから価値がある人間だ。私は見た目が良くてモテるから価値のある人間だと考えます。自分の持ち物に価値があるから自分にも価値があると思っていると、価値のある持ち物がなくなった時、自分の価値もなくなってしまうことになります。稼ぐことができなくなった自分にはもう価値はない。年をとって以前ほどモテなくなった自分には価値はないとなってしまいます。価値のあるものを所有しても自分の価値が上がるわけではありません。例えば、俺は100万円払っているから、あの店員さんは俺を大切に扱ってくれる。だから俺には価値があるんだと思っている人がいるとします。しかし、店員さんは、その人が価値がある人間だから、大切に扱っているわけではありません。店員さんはシンプルに、100万円という価値に対するサービスを提供しているだけです。100万円持っている人は、100万円持っていない人より価値があるということにはなりません。100万円持っていれば、100万円の価値がある商品やサービスと交換できるというだけです。100万円を手に入れたからといって、100万円自分の価値が上がるというわけではありません。また、私は見た目がいいからモテるんです。だから、私は価値のある人間です。と思っている人がいるとします。しかし、それはただ、その人の見た目に多くの人が引き寄せられるという現象が起きているだけです。多くの人が引き寄せられるという現象が起きている、イコール自分に価値がある、ということにはなりません。私の見た目に引き寄せられる人が減りました。だから私の価値も下がりました。ということにはなりません。自分が得たものではなく、自分が与えたものが人間の価値です。与えるものというのは自分で作り出すことができます。例えば、仲間外れにされている人に自分だけは優しくしてあげる。自分だけはその人に笑顔で挨拶をするという与え方をすることができます。いじめられている人に、私はあなたのことを嫌いじゃないから大丈夫だよというアピールをして、相手を安心させるという影響を与えることができます。くじけそうになっている人を応援する、弱っている人に寄り添ってあげるという人の役に立つことをするのが価値です。どれだけ多くのお金を手に入れても、どれだけ見た目が美しくても、人を無視して傷つける、人格否定をして傷つけるという与え方をする人は、価値を生み出していません。どうだ、俺は100万円持っているんだ、すごいだろう、と自慢しても、価値が生まれることはありません。その100万円を使って、どれだけ人を喜ばせることができるかというのが、その人の価値になります。ということで、あなたは所有することではなく、与えることで価値のある人間になるということを忘れないでほしいと思います。あなたは優しい気持ちさえ持ち続けていれば、無限に与えることができる。つまり、無限に自分の価値を高めることができるということを忘れないようにしていきましょう。私は与えることで自分の価値を高めます。私は人の役に立つことで自分の価値を高めます。私は所有物ではなく自分が与えるもので自分の価値を測ります。私は人を喜ばせることで自分の価値を高めます。私は弱っている人に寄り添うことで自分の価値を高めます。私はくじけそうになっている人を応援することで自分の価値を高めます。
私は所有物を自慢することではなく、人に優しくすることで自分の価値を高めます。私は優しい気持ちを持っていれば、無限に自分の価値を高めることができるということを知っています。私は優しさという自分の価値を大切にします。私は多くのものを手に入れるのではなく、多くのものを与えることを選びます。